ロバート・ルイス・トムソンは、カナダ・オンタリオ州、サーニア出身の元プロ野球選手、野球指導者。2018年シーズンからは、MLB フィラデルフィア・フィリーズのベンチコーチを務める。1985年の MLB ドラフト32巡目で、デトロイト・タイガースから指名を受け、プロ入り。4年間 A 級とルーキー級でプレー。1987年には、投手も経験した。 1988年に引退し、シーズン途中からタイガース参加のマイナーチームでコーチに就任。1990年にニューヨークヤンキース参加、A 級の三塁コーチに就任。1998年、フィールドコーディネーターに移動。2000年、ヤンキースの選手育成ディレクターに就任。2003年、マイナーリーグのバイスプレジデントに就任。 同年11月にマイナーリーグのコーチに就任。2006年9月27日、トニー・ペーニャが父の死去に伴って休養を取ったため、ヤンキースの一塁コーチに就任。4試合コーチを務め、10月1日にペーニャは復帰した。2007年11月20日に、ヤンキースのベンチコーチに就任。2008年4月4日のタンパベーレーズ戦で、監督のジョージ・ラルディが、 上部呼吸道感染症のため試合を欠場し、代行として指揮を取った。試合は4対13で敗れた。翌日の4月5日も監督を務め、3対6で敗れた。オフの11月13日にヤンキースの三塁コーチへ移動した。2015年1月12日にヤンキースのベンチコーチへ移動した。2018年シーズンからは、 フィラデルフィアフィリーズのベンチコーチを務める。ありがとうございます。